はい、こんにちは、村たらしです。こんにちは。はい、というわけで本日はですね、タイトルもある通りなんですけど、まあ超シンプルな企画で、ドルフィンする素人とプロの違いをやっていきたいなと思います。ほとんどドルフィンをちょっと朝取ってきて、で、僕のドルフィンはちょっと取れなかったんで、前ね、冬に伊豆行った時の綺麗な海で取ったやつがあるんで、それと比べて話していきたいなと思います。結構ほとんどサーフィン再開してから、まあ、約1年ぐらい経ちましたけど、まあ、いろんな小波から、まあ、デカ波まで攻めて、でいろんな波体験してきて、でドルフィンもちょっとずつ戻ってきたの。いや、そうね、まあ、でもその中でもね、まあ、やっぱり悩みやったり、まだ見とってもこう思いっきり沈ませようとしてもお尻だけ浮いてたり、今日も浮いてましたけど、悩みがあるんですよね。悩みっていうか、あれだよね、もう打っとるつもりが体は出とるしさ。そう、あと遅くてさ、遅くて行かれるのと、入ったはいいけど早すぎて来る前に出るから、うおーで、あー、タイミング出てどうすんだっていう時に出ちゃうじゃん。確かにそのタイミングやったり、体の使い方ももちろんなんですけど、今回ね、皆さんに伝えていきたいのが、そのさっき言った、タイミング、そして体の使い方、ボードを操る方法っていうのを、この3つに関して話していきたいと思います。だけどさ、どうです、本当に今も言ってたと思うんですけど、ドルフィンについてのこう、もっとこうな、こうしたら方がいいかもとか、こうしたいなとかあります？いや、長く潜る方法でもあれはどうなんだろうな。まあ板にもよるじゃん。まあそれはもちろんあるよな。だけど上手い人ってロングでもドルフィンするから。そうです。だからそのミッドレングスやそのスポンジでできんっていうのはいいわけじゃん。はい、いやだからやっぱりコツとタイミングで、やっぱりさ、どうしても早く上がってボンって行かれると嫌だから、ギリギリ待ってやると今度遅いって言うじゃん、はい、あのタイミングが難しいんだよな。あとどんだけ潜っとるか、上がっちゃうもん。あ、確かに。でそれじゃそこでこう下でキープする方法もあるんですよ。なるほど、それ先に教えな何言ってんのそれは今日のために残しておきました。それ先教えてよ、1年だっていまだに聞いてないんだけどまあでも最初はちょっと皆さんにも見てほしいし、ほとんど僕のドルフィンのやつ見てもらえますか。じゃあまず、僕のドルフィン見てもらえますか。こちらですね。ちゃんと残ったの。はい、残してます。これ伊豆で、これ2本あるんですけど、これ1本目と、で次でこれ2本目、両サイドから撮って、こんな感じですね。もういいじゃん。だからこれ本当にスローで見ていただくと、こんな感じで、なんていうんやろうな、入れるときにこうボードが斜めになったり、そのめっちゃもう下につくぐらいまでいっとるやん、うん、で結構後で説明したいんですけど、この潜る前の 頭の方向がめちゃくちゃ下、真下向いとる感じと、なんていうんやろう、そこまで、潜り倒した時に顔とサーフボードが近くないっていう。で次はですね、ほとんどドルフィン見ていくんですけど、はい、これです。これ朝撮ったやつです。ちょ、潜ってないそれわざとさ、俺結構さ、そこに当たるぐらい行ったやつはないよ。いそういうやつだけやってない。じゃあいつもこれやんそれお尻水の中行ってないよ。いや、マジでこれですね、本当に。全然さ、僕たち比べて浅いわ。違うと思いますし、いや、モーター付けなのかな。そう、これ本当水中から撮っとるから見えてないけど、お尻これ出とるんですよねまあでもこれがリアルじゃないですか。まあね、本当にあんまりできてもらっても困るし、でも海でさ、よく見かけます、一般サーファーの方たちもこういう方多いんですよね。まあ多い。だってこうボーン来たらさ、ケツ出ようがないじゃん、かぶるから。まあまあまあ、だからそれ普段からできとればどんな波でも怖くないってことでしょ。そうですね。今からね、このプロと、オトンの違いっていうのを話していくんだけど、まず僕が一番思うこと、この一番重要やろっていうところで一番違っているポイントは何かというと、オトンはね、この腕で押さえようとしたんですよ、サーフボード。そう、腕の力でこういう風にやろうとしたんですよ。それをこうプロのやつを見てもらうと、こうね、なぜこうプロがこう頭をこうやってやって、へそら辺を見ながらこうやっていくかというと、こう体、上半身全部を体重乗せるんですよ。そうするとファンボードでも、ロングは分からんけど、ファンボードでもこう体重がね、乗るから沈みやすいんですよ。やっぱり音もこう手だけで押さえとるから、ここまでが限界やん。でこれ以上できやんから沈まないんですよ。どう、理解できる？じゃあ分かるよ。
そうだから、プロの方の YouTube とか僕はジョンジョンの、ね、やつ見て勉強したけど本当にこうドルフィンする瞬間にへそを見るんですよ。へそを見るイメージでこんな感じでいってこうする時点でもうおとんがこうやってやっとる時より沈んどんすよ。いやだけどじゃあさ行くじゃん、いつ上がるか目見て行ってから上がるの勘で上がるの。自分は目開けやん痛いやん。ほんじゃ勘勘やろな。行って行ってうわ出たらまた来たわってうわ行ったなっ。それはダブルアップの場合やろ。まあだけど一発の場合でもちょっと早く出すぎて食らう場合あるじゃん。いやもうない。そうなると多分あれやな、もう来た時にどんぐらいのドルフィンの調整って分かるんすよ。あそう、俺目開けて見るんだけど目痛いんだけどいやこれ行ったかなと。白いじゃん上が、はい、おし行ったわと思ってでかい時だよ上がると全然タイミング違ってそこで食らう。あもうそれはあるあるやん、ね、早えわ。そうだから本当さっき言った通り第一はもう本当ね皆さんも明日からでもできる方法やと思うんですけど、ドルフィンする前にのへそを見るイメージでやる、沈ませる で正直あの小波とかはそれだけでいいんですよ。へそを見て潜るだけでいいんやけど、もうで超デカ波で食らいたくない時はへそを見ながら沈ませるやん、うん、でしもうこれ以上沈まんと思ってから腕を伸ばすんですよ。これでなんか足で漕いどるじゃん見とるとみたいな。それはもうレ難易度高すぎるかもしれない。俺さでかいちっちゃい時膝当てるんだけど後ろが浮いてくるだから足で押すの。ああ押さんでしょ。自分押さんのさ。でもさ押さんくていける方法がさっきの動画見てもらった方分かると思うんですけど、この持つ位置あるやん、うん、これをサーフボード真ん中ぐらい持つんですよ。だけど沈めにくない最初。沈めにくいけどそこは斜めに行くんか。あの結構説明したことあると思うんですけど普通こうやって持つやん、うん、それをあの手のひらをボードに置くんですよ。それでこう沈める。でプロでも足使ってる人おるよね。全然おるんじゃん。俺ちょっといつも撮影して見とるけどそれはおると思いますよ。あこの人はちゃんと足で蹴るわと思って。まあ、ちっちゃい時は膝だけどでかいと足で蹴っとる人おるよね。でも小波は蹴っとるよ。あそう。あの本当にどうしようもない時はもうこのこうやって持たずに、こっち右手やから、あ、右利きやからこうやって手で押さえて板を沈め倒してそっから腕でやっとる感じです。なるほどね。そうだから結構難易度は高いんですけどそんな感じですね。どうですか。まあだけど、うん、分かった、じゃあやってみようっていう感じにはなってないけど、まだだから下向いてって言うんだけどまあだからそう意識して何回もやるしかないよね。もう本当タイミングだから何回もやって経験やと思うんですけど、まあ、それ言ったら終わりで話終わるからつまらんけど、まあ、でもタイミングに関してドルフィンのタイミングに関して話しますと、でも本当分からんやろ最初分からんっていうか最初というかさ結局早く潜りすぎて出ちゃうのは怖いからギリギリ行くから大体遅くて食らうじゃん、うん、であと浮力があるとギリギリ行くと沈めれんから早く準備しな無理なの。自分はあのスープとか波のサイズによってタイミングを変えてますね。めちゃくちゃでかい波の時ってあのもうってぐらい早くやるんですよ。このスープのスピードが速いんですよ。でかい波パワーがあるから。で波が小さい時は結構ギリでドルフィンしてもスープの速度が遅いんでこういう風に潜れるんですけど、逆にこうドッカーンとめちゃくちゃダブルぐらいのスープが来たら来てもう来た瞬間にやっとったらこういう風になるよ。だからそこは早めにやるっていう、この波のサイズで変えることが大事ですよ。あときっとねタイミングなのかさ、前 お前だけで頭半ぐらいで騙されてぶち込まれたじゃん撮影して。あれさパーンと抜けれる時と一生懸命いったのにブワーン行く時とあるわけよ、うん、えなんで今行けたんやろって逆にスープでスープジャンクって途中で食らうときスパーンって抜けておお俺って馬になったんかなと思うときとおい次もいけるわってパンって言ったらブワーンって全然いけん。あれ多分タイミングでしょ。タイミングとはあれですよ、まあ、スープはスープでもこう弾きがあるからバウンドが、うんうん、そのバウンドが上に波のパワーが上にあるときに行くんですよ。だからハワイでもあのバリでも経験あってサーファー上手い方なら分かると思うんですけど、こう波えぐいの来るやん、うん、あもう終わったわと思って終わったわと思うんですけど、こうまだ割れてないうちってさ目の前の波が割れてない。それはいけるでしょまだギリ。いやここいけるやつよ、うん、いやこれじゃなくてこう割れる。それも俺終わったと思う。これで割れるやん、うん、でここでなんて言うやろな、早く行けばここいけるんやけど、うんうん、いや間に合わん終わった時どうする。間に合わんわと思ったら一回あのここ、うん、このフェイスにこう当たるまで待つんですよ。
何町かなんかでもいいから。で真っ白だと食らうじゃん大体。松やん、うん、そしたらこのガーン行った瞬間に全部上に飛ぶんですよ。波一回波そこに入る。いや経験なし。マジか。なしない。じゃ本当にこう波こうやって下に当たった瞬間全部上に飛ぶんですよ。俺もう真っ白になった瞬間もう無理終わったと思って諦めるもん。そうだからこうバーンとなった瞬間上に上がるからそこを狙うんですよ。だからそう目の前までそれはタイミングが 早かったじゃなくて遅かったらダメです。あそれはいいこと聞いた。一気にバーンと来た瞬間潜るとここはパワーがないんで、うん、それこそダブルの波でも通れるんですよ、うん、だからそれを逆にこのバーンがこう行くの早すぎてバーンが体に当たったらもう終わります。そうしとく。俺だってバーンが背中に当たったことあるもん。カーッ死んだわでギリギリこう来てギリギリ行けるわって直撃してさで食らってボード折れるプロおるじゃん。そうそうそう。シダなんかよく折れとるじゃんインパクト食らう。そうこのバーンめっちゃ一番パワー強いんですよ。そこにボードが入るとさ折れるじゃん。だからよく言うのがこうめっちゃハワイとかでさドルフィンできやんから板捨てるやん、うん、その時に表向きに板をしたらダメなの。置いといたらダメなの。表向きにしようたらインパクトで折れるんですよ、うん、裏にするとこういうふうに板がこういうふうやん、うん、だから折れないんですよ。あそう。だから絶対板を捨てる時は裏返しにしとくとこういうふうに当たっても折れやん。でも背中に食らったことあるでしょ。死ぬあるよな誰でも余裕で。それでもう洗濯機回しにされますね。でも俺こうなって上か下か恋でも上か下か分からんから俺もうこれまんま一応上がれんのかなと思ってでも本当ハワイの一番経験者の本当解釈とかで聞いたらめっちゃ勉強になると思うんやけど本当あれやもんな暗いすぎた時ってシーンってしといた方がいいんやんならしいね。恋だらあかんちゃう。だから上か下か分からんから、うん、そうそう反対に恋とる可能性があるじゃん。そうそう奥に余計出れんくなるから本当に耐えてで分かったらこう、うんやった方がいいと思うんですけど、まあでもどうですか勉強になります。いや俺ハワイ入ったことないけど日本の台風でもさ死にかけたそういう最近はやってないけど前は挑戦しとった時もう上か下かわからなくてマジ死んだと思ったことあるから。で体にこう食らうのとあと白かったら全部諦めとったけどいっぺん戻るの、うん、それは今回の YouTube でそこが一番すごいね。そうですね。いやびっくりしたそれ知らんかった。まあでもちょっと最後にねそのおとんと僕の違いっていうポイントで重要視されているポイントは何かというと本当にでかい波の時にしか使わないんですけどその手でも漕ぐし足でも漕ぐんですよ。足は分かるよこうなんかやるじゃん。そうそうそうバタフライみたいなやつはあの手で漕いでるシーンさっきあったと思うんですけどまあ、よく考えてみたらさこうボード両手で持ってからさサーボードがグイーンってなる気がするやん。なんで手離すんかな思って自分もなんでここがそこがグイーンってなるか分からんのですけどそこは手の持ち方やでもそこもこういうふうにちゃんとこういうふうに持っとったらこうやって離したらこうなると思うんですけどそこをこうは言い過ぎですけどそこをちょっとこう軽く手のひらで押さえると大丈夫でこういうふうにさらにこぐとこうまだスープが上におる時でもあやばいまだスープ上にあるわと思ってもさらにこぐと前に進むんで、でもかなりねプロフェッショナルすぎること言ってるんですけど、俺ね両手で持ってこういくじゃん、うん、こっちが負けてこうなって潜っとる途中にボードが上がってきてこう反対向いて、うん、こういっとるのにこうなって食らうんだって、うん、だからなんか片手離したら致命的に終わるわそれは大変やな。だからそこそこういう風にならんように足とかも使うんですよ。こうなるんだよな一般人は。そうこうなるから、うん、余計食らうんでしょ。後ろ足をデッキに押さえるとこう固定されてこういう風に沈むんですよ。だからドルフィンのイメージとしてはこう前を沈ませて沈んだと思ったら後ろ足を蹴ってというかここに体重乗せてこういう風に行くやん。分かるよ。だけど大人の場合ってこう沈ませて沈んでこのまま板の重力でこう上がるんですよ。そうそう。だからケツが出る。前がこうひねってきてスープに食らって後ろ行っちゃうんだ。そうだから一回ね海行く方参照しいんですけどこういう風に沈ませたら次は足とか意識せずにこの手のひらをやってほしい。一回マジで手のひらで押さえ込むっていう方法をやるとこうノーズが上がらず平行になるのでこういう風に沈むんですよ。であとは板の力任せてブイーンって上がるだけです。なので皆さんそれをねちょっと難しいとは思うんですけど意識してやってみてほしいです。それさちなみに板が短いからっていうのもない6あったらでもスムースオペレーターでできますよ。あできた
アシスカウント？スムースオペレーターとか、あれ長さ何やったっけ？シックスエイト。シックスエイトの板とかの方こそ真ん中を掴むんですよ。上、前掴んだったらさ、いや絶対無理だよ。こんなんガーンってなって終わるから、それこそ、でかい板こそボトムというか真ん中の方、もういつもが胸らへんやったら、長い板の時こそ腹ぐらいのとこを持って一気にこうやって押してやる。前を沈めたいから、前、逆に前から余計あかんない。それもあれですね、ここぞの違いじゃん。だから沈ませやすく感じるじゃん、前行った方が、でこうやってやったらさ、ここだと沈まんくて、最初からやっとる間に食らうじゃん。あ、そういうことか。結構納得したんじゃないですか。うん、オッケー。あ、だから沈まそうとしすぎるから前行って後ろが上がるんだよ。そう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 。で後ろを食らっていくじゃん。自分もあの感覚でやりすぎて今納得しました。そうだよ、前行きすぎるとケツが上がるから、でケツにスープ食らって潜っとるつもりが持ってかれる。そうそう、結構自分もあのプロになってからの経験あるんやけど、よっしゃでっかいの来た、よっしゃ行くぜって思って前沈ませ倒すやん。そしたら後ろもうなんていうの、前沈めすぎて後ろ蹴れやん。そうそう、だからこうテールが出たまま、うん、戻る。俺はいつもケツで取るじゃん。そうだから、そこを冷静に前持ちすぎず、胸脇腹らへんを一気に押すとできるんで、皆さんぜひ楽しんでください。まあ、というわけで本日はこんな感じで終了ですね。はい、ありがとう。まあちょっとそれいいんじゃない。はい、目から鱗っていうか、マジかっていうか。そうですね。そうだ、沈めるとしすぎるんだよ。はい、なるほどね。まあ、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、ためになったと思ったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。